天ヶ崎市総合文化センターは、兵庫県天ヶ崎市にある複合文化施設。美術、音楽、演劇等芸術文化の拠点となる施設として、1982年にグランドオープンした。建物は美術館や文化教室の役割を持つ文化棟と、音楽、演劇公演の会場となるホール胸で構成される。声楽歌集団関西に機械の活動拠点である。 メインホールのアマシン・アルカイックホールは、1820名収容の音楽コンサートをしようととする。有料ホール100選に選ばれているほか、オーストラリアのシドニー・オペラハウスと有効ホール提携を結んでいる。1982年7月10日に、朝日奈隆史式の大阪フィルハーモニー公共楽団が、公共局第5番でコケラ落とし公演を開催した。ホテル棟を除き、 すべて公益財団法人天賀崎市総合文化センターの所有である。2012年1月31日に天賀崎信用金庫との間で大ホール、中ホールの命名権契約を締結した。当初の契約期間は2012年4月1日から2015年3月31日までの3年間で以降も契約を更新中。契約期間中には大ホールに アマシンアルカイックホール、中ホールにアマシンアルカイックホールオクトという故障を用いている。かつては建物を住友生命が所有し、株式会社ホテルニューアルカイックが運営を行うホテルニューオータニの提携ホテルであったが、2007年に近畿日本鉄道が建物と経営権をそれぞれ取得し、2008年4月から近鉄ホテルシステムズにより運営が行われている。 2011年4月にホテル名をとホテルニューアルカイックに改称した。2019年4月にはとホテルズリゾーツのブランド再編に伴いホテル名をとホテル天がに改称した。2009年4月1日より FM 天がの放送事業を株式会社 FM 天がより引き継いだ。ありがとうございます。